11月16日は、グレゴリオ歴で年始から3百2 0日目にあたり、年末まで、あと45日ある、立戦の戦い。北方のシシグスタフ2世、アドルフ選手工場の煙突頂上に6日間、立てこもった煙突男こと、田辺清国連海洋法条約発行。排他的経済水域の制度創設所法ルバルの、歓喜中国近代文学の先駆者。 各松弱誕生反ヨーロッパ主義を提唱し、欧州連合構想の先駆けとなった、リハルト空伝法府カレルギー誕生。空伝法府講師の次男日本野鳥の改装立者に、して、歌人、中西合同誕生ポルトガルの小説家、ジョゼ・サラマーゴ誕生。ルゾフォニア初のノーベル文学賞受賞者システム、360を設計した、アメリカのコンピュータアーキテクト、 ジーン・アムダール誕生ゲームクリエイター、宮本茂誕生大王国の英雄的、エタイ選手にして、プロボクサー、ウィラポン・ナコンルアンプロモーション誕生にチャンネル解説者、西村博之誕生。ありがとうございます。